はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤレジェンドオブジャスティス、やっていきたいと思います。はい、なんか、暑くなったり、寒くなったり、謎の2月ですね。体調崩しました。今日というか、0時にね、アップデーが来まして、まあ、カーサだったりとか、あとは闘技場かなが追加、闘技大会か。まあ、追加されましたというところですね。まあ、これが開催期間中だから、まあ、定期開催なのか。定期的だね。開催されるやつなのかな。で、ポイントを集めて、メダル集めて、交換アイテムをゲットするという感じのゲームになってるみたいですね。ポイントランキングがあって、報酬、あ、上位には枠が、名誉系ですね。だって報酬は大したことないもんね。この内容を見るとね。この中で見てほしいなって思うのを、女神の恵みとシリウスぐらいじゃないですか。まあ僕は、そうだな。僕はアルゲティが持ってたらよかった。楽しい、嬉しいかな。アルゲティが、あと1体いると、あ、そうだね。あと1体いればって感じですね。そうすると多分、星11を目指せますね、僕は。そういうセイントを取るための場だと思いますね。うん。で、あとは、これがまあ、報酬か。で、女神の試練は今までと一緒なんだけど、やっぱ、即日クリアっていうのが、あるから、結構辛かったのがね、この前作が解放すられるまで1日と4時間だから、1日と4時間だから、2日ぐらい、あるみたいですね。まあ、正直言って、そんな難しくないよね。まあ、ちょっともうクリア動画出さないでいこうかなと思ってるんですけど、だってこれ、今の闘技大会もしたけど、こう自分のこうパーティー編成力を高めるためのイベントじゃないですか。こうやって限られたセイントだけ見て、自分が、どれだけのセイントのことを把握して、パーティー編成力を確かめていくかっていうイベントだと思うんでね。うん。適当にやってもいずれか勝てちゃうし。まあそういうイベントだよね。ここで練習して、まあここはまあ使用試験っていうのもあるけどね。うん。カーサの使い方を覚えるみたいな。で、今回のイベントの、あれっすね。黄金の盾とか黄金の矢が、まあ引き継げるっていうのを今まで知らなかったんで、その前回か、一本あるぞみたいなところから始まったんですけど、まあ、黄金の矢は、ゴールドセイントに使えて、黄金の盾は、ポセイドン、まあ、マリーナですね、に使えるというところになってくると思うんで、そうなると、今、カーサでしょ？まあ、テティスから来て、テティス、カーサ、クリシュナ、アイザック、ポセイドンって行くと思うんですけど、ポセイドンのために貯めとこうっていう人も結構いると思うんですが、なんかそんな甘い話あるかなっていうふうに、僕はちょっと不安に感じてるんですよね。だから運営としたら、海外ティアでも上位のポセイドンを貯めてこれるものでできるものなのかっていう不安はあるんですけどね。僕は不安だって言ってるだけで、絶対そうであるとは思わないですけど。で、海外でどういう流れでポセイドンを取ったかっていうのも僕も知らないんで、ちょっと不安ではありますが、僕はね、一期一会っていう気持ちでね、取っていこうっていうふうには思ってます。で、怖いのがさ、だってこれ、テティスは選べないじゃないですか。アイオロスとの時とは違って。まあ、これもまた怖いよね。アイオロスなんて、で、もう少ししたらガチャ入るわけでしょ？で、テティスも3月20だっけ？あ、ちょっと怖いんですよね。テティスの時から継続で貯めてる人もいると思うんで、まあ、それはそれで、まあ、いいんじゃないかなっていう。なくなることはないとは思うんだよね。なくなるっていうのは確かに書いてないし、運営さんに問い合わせた人もいるみたいなんでね。ただそれが、どこまで使えるかはわからないっていうだけの話でね。まあ、ほんと、みんながね、ポセイドンを引こうって思ってる。これ貯めてポセイドン引こうって思ってる中で、ポセイドンまでね、持っていければいいなぁとは思いますけどね。僕はクリシュナがめちゃめちゃ欲しいんで、今ちょっと悩み始めてるとこですね。カーサが星6、だから2体分までカーサは取りたいとは思ってるんですけど、カーサ2体取って、で、あと、取れたら、まあクリシュナのために取っとこうかなって気がしますけどね。クリシュナがね、火の盾なんですよね。だから、アルゲティと並べて使いたいですよね。個人的にはこれ、めっちゃ安いと思うんでね。たったの180で10連回せるんで、これはまあ、買いだと思います。で、課金しようかなって思ってる人も、ここのやつを別に課金する必要はないかなって思っちゃったりしますけどね。10章とか11章とか、とであれば、まあ、ここはおすすめできますけどね。ここら辺は。まあ、ここもか。この3つか。うちどれか。まあ、1680。これが4000ちょいかな。そうだね。4000円。このぐらいだったら払っても大丈夫っていう人、4000ぐらいまでだったら払って大丈夫っていう人だったら、ここを一択かな。これ血もあるし、これいずれ必要になるんでね。これで属性ガチャ。属性ガチャやっぱりすごいでかいし貴重ですね。ここら辺は特に詰まることもないもんな。OK ですね。
じゃあね、ちょっと溜まってきたんでね、またガチャとか引いていこうかなと思います。そう、あとね、赤アクセちょっと検証したくて取ったんですけど、赤アクセってこれだけあるんですよ。で、縦のやつだけ3つ、これ信念っていうやつがあるんですけど、これがいつも通りのやつね。で、これが固守不滅。これ何が違うかっていうと、このセット装備の効果が違うんですよ。防御強化プラス5、回避値プラス50、ヒット盛りの強化、耐性値。で、これね、名前で合わせないと、セット効果発動しないんですよ。これ気をつけないといけないですよね、手に入れるとき。このマークだけで、アイコンだけで騙されちゃいけないっていう。これがいつも通りのやつね。これ、啓発。で、これは黒曜。で、興奮。さらにこれより上にオメガっていうのがあるんですけど、それがこのオメガ小石選択箱っていう、これがあるんですけど、これと合成していくって感じになります。で、さらに言うと、アクセの、これ普通のアクセの赤アクセなんですけど、ここの枠がついてるやつがあるんですけど、上位種、金の上位種がこのマークついてるんですけど、貝の方はついてないんですよ。で、この赤アクセの上位種を作って、で、それでオメガにやっとなる条件が整うっていう感じですね。で、そのためにまた育成しないといけないんですよ。こういうのとか使って。砂っていうのを。結構ね、こっからが本番って感じ。どういう風に育成していくかっていうのを考えながらやっていけるようになるんで、その目の前のことでいっぱいで、そこの先のことは考えられないと思うんですけど、まあほんとキャラクタークリエイトっていうのがね、ガチで始まってくるんで、まあ17章超えてこないと、そこまでたどり着かないとは思いますけどね。うん、僕も14章後半ですけど、まだまだなんで。よいしょ。うわぁ、モーゼスか。モーゼスもういいよ。星占い。どうしようかな。聖輪から引こうかな。聖輪1日10回しか、メモリーで引けないから。来い！よしよしよし。頼む。アクセが欲しい。アクセが欲しい。よいしょ！うわぁ、オリハルコン、普通。アクセが欲しいなぁ。よいしょ！出ないんすよね、アクセ。やっぱ 0.02 とかだから。選択したセイントより低いですからね、確率。大外れですね。まあ、こんなもんだろう。で、今、属性、土属性の星 5？ 星3か。よいしょ。全然ダメっすね。で、とりあえず、これ70連で天井なんで、これも引いていきます。いや、こんだけ引けるのはもうすごい嬉しいわ。まあ、今回はね、前回のイベントの、なんだっけ、ログインボーナスのところで、追加報酬買えばもらえるんですよ。で、それで、この召喚石55個ゲットしたんで、それでこれだけ引けるっていう感じですね。まあ、もう終わっちゃったんでどうしようもないんですけどね、今後、これから。今回もあるかなと思ったんですけど、なかったですね。1980円ぐらいかけたかな。今は風が欲しいんだよな。風のセイントが。全然出ないじゃん、風のセイント。一体もいないんだけど。風のセイント、まあ、強化したいんだよね。神をね、星10にできれば、星11にすぐできるんで。おっと、アルゴルか。アルゴルか。まあいいでしょう。おいおい、出たのはいいけど、火ですかい？火はなぁ、火はなぁ、もうしちゃったんだよなぁ。ムーンもアルゲティも自由にしちゃったんだよな。アイオリアを星級にしろってことかな。あ、アイオロスでもいいか。あ、でもアイオロス、星8にできないや。いないから。おお、でも火じゃん。なんかさっきから火ばっかりじゃん。火しかない、出ないんすけど。どうなってんの？俺属性ガチャ引いてんのかな、俺。でも、星5めっちゃ出たな。嬉しいな。星5出ると、同属性12体分の星3、同属性の星3、12体分ですからね。
だから、いらないシルバーセイントとかいるじゃないですか。過去に僕は動画で、取っといた方がいいっていうシルバーセイントのランキングつけたんですけど、で、そこに出なかった選手じゃない、セイントは、まあ、最悪、初期から餌って考えてもいいですよね、みたいな感じです。うん。まあできる、星5ぐらいは残しといてもいいかもしれないけどね。風出ねえな、マジで。やばくね、これ。なんか、元凶のクエストは、ちょっと進めるための素材は増えてきてる感じするけど、シャイナこの前食わせました。俺こんなに引いてもさ、風が全然出ないのね。悲しみ。引いていきましょう。これはゴールドセイントだけだよね。神はもういいので、デスマスクかどうこだな。この2体でお願いします。デスマスク、シオラ。ほんと出ないな、デスマスク。デスマスク、ほんと1体出てくれればね、ポンといけるんだけどね。星7まで一気にやりますよ、これは。ここにある、マリン1、モーゼス。余裕で食わせますよ、俺。モーゼスはでも強いからね。俺が食わせますって言ってるのは、水を使う機会はほぼないだろうっていうふうに自分で思ってるからなだけなんで。まあ、シャイナも食わした理由は星5があるからなんでね。とりあえず星5がいれば、まあ、ボス戦でしか使わないから。だから、まあ、最悪星5でもいいでしょうっていう。うん。他のやつで何とかしましょうっていう、そういう感じなんで。もうボス戦とかだと、ガチで上位目指してるわけでもないし、ボス戦クリアできないと、ストーリークリアできないっていうこともないからっていう感じですね。僕の考えとしてはね。厳しい。こっちも10連だけ引いとくか。いけい！異属性のかけらか。そんなんも出んのか。はい。というわけでね。まあ、今回のイベントね、パーティー編成訓練には、ちょうどいいんじゃないですかね。うん。短い時間でね、パーティー編成決める闘技大会。あれも結構面白いと思うんでね。ただ、表に出てないから参加忘れてしまう可能性もあるんで、それだけ気をつけてください。はい。というわけでね、ご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、お願いいたします。お疲れ様でした。